はいどうも、ルッティアです。はい、えーと、こんばんはと。はいえーと、今日今日何やんだっけ、えーと、ー木,木曜木曜嘘や。マジか、もう木曜なんやね。早いな。もう1週間早いね。<laughs> はいえーと、まあ、今日木曜日なんだけど、まあ、明日金曜か。ね、もう週末ですね。10月入っては最初のね。 何かまあね何個か出来事があったんだけど、まあまあ、まず下敷きで言うとこのねシグレウイちゃんあのまあ絵師さんやってるね、えー、とスバあのホロのホロライブ2期生の,あのスバルちゃんとか、まあ、あの辺のね、えー、とママをやってらっしゃるシグレウイっていうね絵師、まあの人がいるんだけどこの人があの V の側というか、まあ、これ立ち会いじゃなくて V の側があってで、まあ、そういう活動配信とかもしてるんよね普通に。 でそのまあこの側じゃなくてこれはね「ロリウィ」って言ってなんかその7歳の設定のやつなんよ言ったらあの船長の17歳とかじゃなくてあのガチのねそういうキャラ設定でまあ言ったら別で作られたものなんだけどまあ言ったらそのキャラで「こんあのロリガミレクイエム」っていうやつが出てて曲がでこれがめちゃくちゃバズっててあのまあキャッチーだしその音楽がめっちゃかっこいいから。 かかっっこいいっていてうか、まあね面白いよね、歌詞面白いし、あのー、曲はかっこいいしみたいな感じで、まあ、踊りやすいしかもそのダンスチューンだから、あのー、TikTok でねめちゃくちゃ使われるわけよ、あのー、船長のやつとかとあのマリバコとかあの今のビショパイとかと一緒でめちゃくちゃ使われてて多分、ね、マリバコがこれかっていうぐらい使われてるよね今、あのー、曲で言ったら、まあ、他にもあるけどその v、あのー、なんだろう あの星川さらちゃんのやつだったりとかそのアクタンのやつだったり結構流れてあるけどあのもうほぼほぼこの2曲は VTuber 系でその使われてる音源ってもうこの2曲ほぼほぼ制覇してるんじゃないかっていうぐらい出てくるんよおすすめとかにも出てくるしそのみんなやってるんよね。もちろんその一般人の方がやってるのも女の子たちがねやってるのもあるけど。 その芸能人だったり有名人だったりみたいな人たちもさもう本当にめちゃくちゃ有名な人その言ったらこのウイちゃんもそうだしその船長もそうだけどその辺の人よりももっと超絶有名な人昔から有名だった人とかそういう人すらやってるからねあとさっき見たので言ったらあの三上優愛ちゃんって言ってね元 AV 女優でで今今もやってるんかなちょっとごめんちょっとその辺ちょっとはっきりしてないけどの人がさ あの踊ってたの見たしもうほんまにすげえ誰でもやってる感じなんだけどまあそれだけ有名になっちゃったからもうみんなもう便乗してやるわけよね当然あの TikTok でもそうだし YouTube のショートとかでもそういうのを上げたりしがちないよみんなでえっとまあそういうネタを使いがちっていうベースがある中であのこれねこのサムネにも使ってるけどこの防犯ベルなんかなこれ多分ねこれをさあのー これ、うちのやつだみたいな感じで、このメーカーの人、まあこ,れまあ、これをモチーフにしたこの、この防犯ベルをモチーフにしたやつ、その現物が当然あるんよね、防犯ベルね、あの引っ張ったらあの音が鳴るやつね。で、あって、あのー、そこのメーカーが、これ、うちのやつですで拡散して、たぶ売れてるんよね、これで多分 <laughs> そのこれで 売れてるっていうのもどうだというかこれで売れてるって買ってるやつだ絶対おっさんとかじゃねえのかって思うんだけどおっさんっていうかあの V 豚じゃねえのかって思うんだけどまあまあそういう感じでなんか売れてるらしいよだからあの拡散して広めてくれてありがとうございますみたいな感じでなんかなんかそんな感じのツイートしてたらしいよその公式がねそこの会社の。でそれをさなんかそのまあ言ったら子供を持つなんか こ,のこれを本当に使ってるババアどもがなんか騒いだらしくて <laughs> あのー、これは分かんないあ,のある意味行き着くとこはついフェミとかなのかなと思ったりするけどついフェミつい、うん、フェミじゃないところからも出てるんだろうね多分そういうなんかクレーマーキッスのババア、あのー、こういうの多々あって。 でもっと言ったらこれってさこのシグレウういちゃんがもともとさロリキャラなわけじゃないじゃん言ったらロリキャラを作って出してるものだからあのー、まあ言ったらうちはノリなんよこれがシグレウういちゃんがもともとロリキャラなんだったらそれもともとロリキャラで売ってる子なんですこういうアイドルなんですみたいな感じでできるんだけどもううちはノリで別口でこれ作っちゃってるからあのー。 別物になっちゃうよね例えばその知ってる人だったらシグレウイちゃんの別パターンなんだろうなってなるんだけど知らない人だったらもうそのシグレウイってやつとそ,そのまま繋がらないよねシグレウイっていうので検索したら別のまあその大人の姿が出てくるのであの側がねだから違うじゃんってなるから結局繋がらなくてそのなんだろうなそのロリコンの妄想みたいなになったりとか、まあ、結構ややこしくなるんよね結局まあ言ったら あのー、X の方でもそういうツイートがあったんだけどこれって言ったらその V オタというか、まあ、そのシグレウういちゃんの,そのリスナーの人のう、まあ、内輪ノリに近い部分があって、まあ、リスナー間でそういうプロレスみたいなのがよくあって俺も切り抜きとかでちょいちょい見るんだけどっていうのがあるから、まあ、そのノリでメス書きみたいな感じのキャラで作った曲なんよね言ったら。だからその内輪ノリなんで。 その,その内輪に入ってないやつからしたら意味不明なんよで意味不明な上にちょっとロリ要素が強いので「7歳」とか書いてるしね <laughs> でしかもその歌詞の中でもそ,のそういうロリコンをなんか粛清みたいな感じの歌詞だからその当然リスナーがそういうロリコンのやつらがそれを言われてそのド M のロリコンどもが喜んでるみたいなそのイメージになるわけじゃんまあまあ実際そういう部分もあるっちゃあるんだけど。 まあ逆にその分からせたいってやつもいるかもしれんけどどっちにしてもその分からせたいだろうとそのあの助かるだろうとそのなんだろうなこういうのに過敏になってるクソババアにとっては気持ち悪い以外の何者でもないんよねだからそれに対してなんかそのまあそれに対してどうこう言うつもりはないけどその言うたメーカーそのこれのね あの防犯ベルのメーカーが公式でそれを言うのはその何て言うんかなえっとコンプラ的に良くないみたいなことをクソバワードもが喫色悪いクソバワードもが騒いでるっていう話なんよ言ったらねでまあそれがまず1個とえー、っともう1個はえー、っとなんだっけな,あのなんか歌元歌のお兄さんの人今,今現役じゃないんだけど歌のお兄さんの人が。 なんかその TikTok なのか YouTube なのかわかんないけど上げててそのこれのね踊ってみたみたいなやつを上げててあのまあ多分それもさっきも言ったけどそのキャッチーでみんなやってるからちょっとやってみようみたいな感じだと思うよね。で言ったらそれにもうさっきの「クソババード」が騒いでてでなんかその人がなんか謝罪して動画削除へみたいな感じになってるらしいんだけど。 これに関してはマジで希少いなと思うよだからクレーマーって気持ち悪いんだよなって思うよねでそのまあ言ったらあのー、ロ,ロリというかそういうなんかペドフィリア的なものに対してなんか問題を軽く見てネタにしてる気に入らない向きーみたいな感じなんだけどネタだよそんなもん <laughs> 正直正直あのー、そういうのに子供がさらされてるってそんなもんねネタにされて当たり前だから人が殺されようが何しようがさ関係ないからマジでそんなもんコンテンツとしてあのー 本当ね。本当にでまあそのそれをさ見てさ不愉快に思う人間がいてもいいと思うよそもそもねだけど不愉快に思ったからケチつけてそれが通るっていうのが俺は希少になって思うよ 正直あの、昔のテレビでもそういうのって多分にあったらしいんだけど、当たり前じゃん、テレビってさ、基本的に、あの、横暴なので、テレビっていうか、メディア、オールドメディアって基本的に横暴なので、めちゃくちゃするんで、当然、その批判がいっぱい出てるらしいんだけど、全部、あの、適当に受け流してるらしいよ、基本的に。俺、これが正しいと思うよ、これに関しては。その テレビのやり口が正しいというかそのオールドメディアのやり口その横暴さが正しいとは思わないけどただクレームに対してはこれが間違いなく正しいと思うよ正直あのー、これはそのメディアとかどうとかだけじゃなくてその客商売でもそうだと思うんだけどクレームに対しては全部これでいいと思うよ適当にあしらうこれでいいと思うよ正直それかあのー、まあ言ったら金銭が関わることだったら金だけ返して解決すればいいし もうそれだけでいいと思うよ。なんか変に謝るとか頭下げるとかいらないからもう金だけ返して終わりみたいな。口座教えてください、お金振り込むんで,で終わりでいいと思います。<laughs> 返金するんでみたいな。まあ迷惑料があるんだったら迷惑料払うんで金で解決しましょうでいいと思うよ。要は金がかかってることだったら金で解決すればいいし金がかかってないことだったらガンシでいいと思うよ、基本的に。クレームなんかどうでもいいんだからクレーム言うやつなんかどうせ貸すばっかりなんだからあの落語者のクソバ,バはそのお前だけせんべいでも食っとけばカっていう話なんだから。 あのそのジジイだろう今ババアって言ったのはこれロリコンのどうのこうのだからじじいがどうこう言う話じゃないから多分ババアだと思うよ基本的にはだから今ババアって言ってるけど逆にそのお店に文句言ったりするのって大体なんかねじじいとかの方が多いんよなんかギャーコラギャーコラ言うようなジジイね特にあの店員が女の子だったらなんかあの弱いと思ってめっちゃギャーコラ泣,泣くまで言ったりとかねみたいなパターンが多いから。 まあそんなやつはもう上が出てきてもう逆にさ追い返してやればいいんだよそんなやつは <laughs> 正直だからもう本当にクレームなんてそれでいいんだよねはっきり言って特にそのまあ今客商売の話したけどこの辺なんかもうマジでマストだと思うあのメディアに関してはそのなんだろうなそれが炎上の元になったりするじゃん言ったらそこでさ軽く足しったりしたらあしらわれましたみたいなことをこいつらが言い出すじゃん SNS でだからそれがまた炎上の左やって同じことをやるようなやつが突するやつとか増えるから ややここしくなるからいいつ便に済まそううっていう話なんよだけど正直あのメディアじゃないそういうお店小売店とかだったらまあ確かにそれもさ SNS とかでその雑な反応されましたとかってギャーこれギャーこれ言うんだろうけどそんなやつ無視すればいいんだよはっきり言って <laughs> あの、ね、それでいかなくなるようなやつはあのそもそもいらないだろうしあの正直ねあの、まあ、お金持ってる人は別ねだからお金持ってる人は別っていうのはどういうことかっていうと あの高級なお店まあ例えば高級ホテルだったり、まあ、売ってるものが高いお店だったり、まあ、例えばおさあの酒屋とかでもさその当然その高いシャンパンとか売ってたりするわけじゃんでそういうとこだったりブランデーとかねとかまあその高級なものを売ってるお店まあそのブティックだったり、まあ、ブティックでも本当に高級のその。 まあ言ったらハイブランドの,その服とか売ってるとかバッグとか売ってるとかそういうところは別ねとかまあなぜならそういうところに買いに来る人っていうのは選ぶ力がある選ぶ力っていうか選ぶ度量というか余裕があるんよね言ったらどこここ感じ悪いから行かないじゃあ次の他のところに行くっていうことができるんだけどお金を持ってない層っていうのは買いに行くお店っていうのは基本的にコンビニかえっと激安スーパーか で飲食するところもさ、チェーン店の安い牛丼とかそんなとこばっかりなんよ。で、高いお店には行けないから、でそういうなんか、なんだろうな、お店って、まあ、コンビニはね、何種類か当然あるしその、スーパーでも何種類かはあるんだけど、まあ、これが都会ならね、何種類もあるんだけど、田舎の方だったら、近くにあるスーパーいや、激安スーパーなんて、まあ、そもそも近くにあるかどうかも怪しいんだけど、仮にあったところで、多分それ1軒しかないんよ、他のところは高いわけよ。 つまりそこで接客の感じが悪かろうがその態度が悪かろうがなんか嫌なことされようが正直他に選択肢がないんよだからクレームとか文句とか言うわけよ他に行く手段がないから変わってくれよって文句言うんだけど変わらなかったとてお前はそこに来るしかないんだからそんなやつのことをちゃんとする必要なんかないんよだって文句言ったとこ,ところで嫌な思いをしたところでお前はそこに行くしかないんだから。 だからそれと一緒でそのコンテンツとかでもそうでテレビとかでも文句とか言ってるけど見てるわけじゃん見てるってことはもうそいつ見てるからあの別にあの問題ないわけよそいつ見てくれるんだから <laughs> 嫌いだ嫌いだって言いながらその荒探すためにずっと見てくれるから全然いいわけよ正直別にそいつに丁寧な対応なんかしなくても。うん だと思います本当にだからしょうもないなと思いますこの今のういちゃんのやつはねまあ、ういちゃんは全然関係ないんよういちゃん本人は全然関係ないしこの曲自体も全然関係ないんだけどその誰かが踊ったとか誰かこれをネタにしたってなるとすぐロリコンがどうたらこうたらペドフィリアがどうだかあのねすぐね最近あのロリコンまあロリコンはまああれだけどペドフィリアって言葉がさもう最近覚えた言葉ってすぐ使いたがるババアがいるからか知らないけどすぐさ X とかであのー。 トレンドに上がるんよね多分ペドフィリアって言葉最近覚えたんでしょお前らっていう感じなんよ。<laughs> マジで。あのロリコンって言葉はみんな知ってるけどペドフィリアって言葉最近覚えたんでしょだから使いたいんでしょみたいな感じのさババがさん <laughs> よく使うじゃん。あのツイフェミとかが喫食悪いなこいつだとか思ってマジで。<laughs> はい。まあそんな感じでロドティアでした。バーイ。